はい、今日は、こちらフライエット、PS100、発売となりました、こちらのパワーアンプの紹介を、しようと思います。で後から、従来出ておりましたこちら、PS2 の方ですね。はい、こちらの方との比較も、やってみようと思いますので、進めていこうと思います。じゃあ一旦まずいきなり出すとちょっとまあわからないかもしれないので一旦、こちらのこちらの方ですね、L6 スピーカーの方につながってますんでちょっとこちらの方からちょっと出してみますね。感じでまずまあモニタースピーカーから出した音はこういう感じになります。じゃあそろそろ本題に、行こうと思いますんで、こちらまずパワーステーション、PS100 の、音をお聞きください。じゃあちょっとつなぎます。少々お待ちくださいね。はい、そんなわけでつなぎました。そうだ、こちらフラクタルで今音を出しているんですけども、まずやらないといけないことが、こちらパワーアンプとこちらキャビネットの方を使いますので、こっちグローバーセッティングの方でパワーアンプのシミュレーターとキャビネットのシミュレーターをまずはオフにします。よいしょ、オーバルで。ちなみに今この状態で出すとこんな感じになってます。ちょっとなんかもわっとした感じかなと思うんですけども、じゃあここでちょっとキャビネットのモデリングと、パワーアンプのモデリングの方をオフにします。これ忘れるとまあちょっとあれってなるんで気をつけてくださいね。はい、じゃあまず出してみましょう。で、こちら今パワーステーション PS100 と、こちらちょっと見えてないんですけどもストリングドライバーの2発キャビから、音が出てます。高音は、ウェアハウスのベテラン30が入っております。まあ、こういう感じでさっきの、まあ、ちょっとこの動画だと分かりづらいかもしれないんですけどもこちらのモニターパワードのモニタースピーカー、まあ、こちらの音から出るでもかなりリアルなんですけどもやっぱり真空管を通してこうやってキャビネットから出してあげるとよりさらに生々しい感じが、感じ取れると思います。まあこういうこのブラッシングした時とかもそうですね。あと歪ました時とかですね。食いつき具合がすごく分かりやすいと思います。まあ、やっぱりこういう音圧感っていうのはやっぱり、まあ、真空管重要だなって、改めて思わされるところがあります。で、じゃあこちらの中身の方の説明をしていこうと思います。まずこちら PS100、中の真空管がですねこちらは、6550管が、2つ入っております。それでまあ要は 100W っていう形になってますね。まあ、6550缶は、まあ、KT88 缶とかと、まあ、よく似てるような感じにはなるんですけども結構レンジが広くというかあれですねヘッドルームがすごくある感じでこうガン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 ボリューム上げて弾いてあげるともうものすごい音圧が出まして私も個人的にすごく大好きな真空管ではあります。はい、でですね、こちらの方の特徴としましては、まあ、ここつまみが2列、まあ、こっち PS2 の方は1列だと思うんですけどもこちら2列になってますよね。で、
つまり2チャンネル仕様になっています。だからこちらの方 と、こっちの方でそれぞれ違う音量とかプレゼンスとデプスの方を変えて動かすことができます。まあ、例えばこれで、まあ、こっちの方でちょっとデープス上げ気味にしてこうガツッとリフでゴンゴンするようにして、あとこっちを押してあげる。こういう風に、今デプスをちょっとこっち下の方のチャンネルは下げて、プレゼンスの方をちょっと上げているんですけども、こういう風にワンタッチで音量を切り替えることができます。これかなり便利ですよね。で、今ちょっと手で押して切り替えてますけども、実際フットスイッチの方で切り替えができるようになっておりますんで、ライブ中でもこう足元で操作ができるようになってます。で、まあ、こちらやっぱり真空管っていうところで、まあ、何がいいかっていうと、やっぱり真空管はもう私はもう本当に負荷をかけてなんぼだとは思ってますので、やっぱりガンガンその圧をかけてあげることによって、まあ、特に6550缶はこうグッと圧力が出てくると、圧力って言ったらちょっと変かもしれないですけど、押し出し変わんないか、まあ、そういうのがすごく出てくる感じになりまして、すごくバーンと弾いたらもうバーンと出る、もうすごく気持ちいい音が出る真空管になっています。まあ、ちょっと今真ん中12時ぐらいなんですけども、まあ、大体フライエットはまあ基本12時からスタートということにはなってるみたいなんですが、じゃあちょっとかなり爆音になりますが、ちょっと上げてってみましょう。じゃあ上げてきます。この音圧、まあ、ちょうど3時ぐらいの時からこうグッとかなり来たと思うんですけども、まあもうこれのそのグッと来たところが本当に6550のこの音圧っていうところですね。まあ、ちょっと今この iPad でもしかしたらちょっとリミッターかかってあんまり音の差が出てないかもしれないんですけども、まあちょっとその場合はちょっとまあごめんなさい、まあ実際店頭で試してもらえれば分かるとは思いますんで、まあそういうことでやっぱりこうここら辺のグッと上げた時の音圧感、やっぱこれはこっちのこういうパワードのスピーカーの方ではまあなかなかね成し得ることができないサウンドではあると思いますの でやっぱりこうねギターのキャビネット通してこうゴンとくる、やっぱりこの生々しさ、このピックが擦れる感じ、もう弦に当たる感じ、もう生々しさっていう部分に関してはやはりもうこれを使うのが一番もうかっこよく気持ちいい音が出ると思いますんで、まあ、ちょっと検討している方は一度まあ試してみてください。じゃあそれではですね、次にこちら、パワーステーション、PS2、従来のモデルの方ですね、ちょっとこちらの方にもつないで、比較してみようと思いますので、つなぎ替えるんで少々お待ちください。はい、お待たせしました。それでは、つなぎ終わりました。次に音出すのはこちら、パワーステーション PS2 ですね。まず、まあ、大きな違いを説明すると、まあ、こっちはその、さっきと違って、こちらシングルチャンネルですね。で、あと、まあ、最大の違いとしては、真空管がこちら 6L6 が、2発ですね。で、50W っていう形になっております。まあ、6L6 っていうと、まあ、メサブギーだとか、フェンダーのアンプとかに使われている、パワー感ですね。まあ、じゃあ、ちょっと音出してみましょう。このちょっとこう、パッとくる感じ、かなりやっぱり、6L6 な
印象の音がしております。で、さっき説明してなかったかもしれないんですけど、こちら、パッチの方は、カスタムオーディオエレクトロニクスの3プラスの、パッチを使ってます。フラクタルの普通のパッチでいうと26番 CA3 プラスってやつですね。まあこれでクリーン出してみると、まあ分かりやすいように、本当フェンダーっぽい感じの、まあ 6L っていうのもあるので、さっきのと違ってこうゴツッとパッとした感じのいい音がしてると思います。じゃあちょっとドライブもやってみましょう。こういう感じですね。やっぱりそのゴツッという感じは、やっぱり655もある感と結構響きが違う感じで、もうこれもこれでね、このガツッとパーンとくる感じが、まあ、やっぱすごく気持ちいいですよね。で、まあこちらもさっきやったように同じようにチューブですんで、まあ、やっぱり圧をかけてあげればかけてあげるほど、こうよりさらにこうきらびやかさというか、この食いつき感というのが出てくるんで、こちらもちょっと、やってみましょう。ちょっと爆音になるんで、まあ、ちょっとコンプかかっちゃうかもしれないですけども、ちょっとやってみますね。はい、こんな感じですね。はい、あ、せっかくだからちょっとクリーンでもちょっと大きめに出してみましょう。はい、やっぱりこの迫力っていうのがやっぱりチューブのサウンドだと思いますね。まあ、ワット数の違いはあるんですけども、まあ、やっぱり正直、まあ、選ぶところとしては、その6550缶と、6L6 缶、こちらの、まあ、音の好みで選ぶのもいいと思います。まあ、ちょっと、まあ、50W あれば全然十分いけるとは思いますので、まあ、ワット数というよりかは、まあ、その、レンジだったり音の違いで、聞き比べてみるのがいいと思います。じゃあ、またちょっと、こちら最後こっちに戻して、またちょっと最後ちょろっとやりますんで、ちょっとお待ちください。はい、はい、お待たせしました。つなぎ終わりました。ちょっと固定カメラなんで、ちょっとだんだん位置ずれたりとかなんかしてますけど、まあ気にせずに見てください。じゃあつなぎ替えたところで、早速ちょっともう一回こちらの方の音を聞いてみましょう。やっぱさっきの 6L と比べると、こう結構このクリーンの幅とか、かなり違いが分かるとは思うんですけども、もう本当に上から下までこうスパーンと出る感じが、まあ、この6550缶の、サウンドっていうところですね。まあ、特にまあそうですね、歪みの時のこの 6L 缶のゴツッとした感じもいいんですけども、やっぱりまあこの KT の大迫力、 KT じゃない、6550のこの大迫力っていうのはやっぱりいいと思います。で、ちょっとまあこれもね、もう一回せっかくだから出してみましょう。ちょっと出すにはいろいろ環境の問題だったりとか、まあいろいろあるとは思いますけども、まあやっぱりこの真空管のね、このサウンドやっぱいいとは思います。で、まあもう一回おさらいしますと、こちらの方2チャンネル仕様になってまして、上のチャンネルと下のチャンネルで、それぞれ音量やここのプレゼンスと、デプス、まあ、要はマスターの部分を変えることが、変えて音出しすることができます。まあ、ここでこう変えれるっていうことは、まあさっきも言った通りですけども、まあ真空管のその負荷の部分が変えられるので、あえてこっち側のプロセッサーだとか、まあボードの方でこうブーストレベルをグッと上げてあげるのもいいんですけども、まああえてこっち側をグッと上げてあげることによって、よりこうね、迫力のある音というか、まあよりこう食いつきの
すごいリアルな音でギターソロとかも弾けたりしますんで、まあ好みはあるとは思いますけども、個人的にはこっちがグッと上げてやってしまうのがいいと思います。まあ、ちょっとこんな感じで、ちょっと短い時間とちょっと駆け足と、まあちょっとなんかグダグダ感はありますが、ちょっとやってみましたので、ご参照いただければと思います。まあまたそうですね、まあね、ここのところでも、まあ、やってる通り、まあちょっとね、またいろいろ組んでできればいいかなっていうところあるんですけど、まあちょっとそこはまだちょっと相談中ですんで、まあ一旦この動画でちょっとお許しください。で一応使用機材としては、こちらですね、フラクタル、AXFX3、プリセットとしては26番の、CA3 プラス、まあ、3プラスの音を使って、弾いております。でですね、ギターの方はもう全然映ってはないんですけど、こちらですね、こちらつってもこれじゃ分かんないか、ですね、まあ、こちらの方を使っておりまして、よいしょよいしょ、これですね、3ドッツこちらを使っております。はい、ではこちらで、お送りいたしました。まあちょっと実際ね、こういう動画じゃ分からないところとかはあるとは思うんですけども、まあちょっと参考になればと思います。まあ弾いてみたい方はこちらのセットでやっておりますので、いつでも気軽に来て音出していただければと思います。まあもちろんフラクタルだけじゃなくて、ここにケンパーもあって、そこにヒリックスもありますので、あとまあ同じくフライエットのこちらのステレオでも使えるLX2 こちらもありますので、まあ気になる方はぜひとも店頭の方で、ご来店いただいてお試しください。ありがとうございました。